はいどうも、妖怪ウォッチプニプニエルゼが来たね。今回もやっていきます。200ポイントゲット、いいね。8日目ですね。はい、3アカ使った無課金攻略、今回ね、こっちの動画では、まあ、お知らせではね、超ニャンボ来てエルゼメキアの紅白アイドルが来てるんですけど、年末年始ニャンボやっぱ来ましたね。まあ、こっちの動画ではね、追加のエルゼメキアサンタ超アップの方やっていきましょう。レベル3で出現っていうことはちょっとあれだな。まあ、ちなみにこっちの紅白エルゼメキアはめちゃ良くて、これですね、種族プリチの種族効果アップ溜まった状態スタートねー、超いいじゃんって感じだよね。でこっちのエルゼメキアサンタは、まあ、全然合ってなかったね。剣王サンタでも連サンタでもなくてエルゼメキアサンタでしたね。デカプに消すと自身の技ゲージ溜まる。 S の書はエルゼメキアサンタの追加スキル。デカプに消すとそのデカプに降ってくるか。最近デカプに降ってくる多いね。まあちょっとガシャ回しましょうか。一応特攻としてはよいしょ、伏龍さんに対してダメージ中、そしてダメージダウンは大ということでね。はい、いつものパターンですね。で他への特攻は特にナッシングって感じかな。で紅白エルゼミキアはワイポイント中アップ、これはめちゃめちゃでかいね。今ねマップの周回だからね。はい、じゃあガシャいきましょう。まあ一応ね、3が使った攻略ですけど、紅白エルゼメキア 0.5%、 こっちはちょっとまた別途やりますね。ちょっと運落としていきましょうか。まあ1万5000あるんで30連やっちゃうかな、もう。でも ZZZ はもうちょっとやった方がいいかなと思ってるんですよね。でミッションでニャンボがね、超ニャンボミッションがね増えてますね。まあいつものやつだね。最近はなんか今ボーナスはもう30個あったけど、最近はなんか楽になったからよかったかな。フィーバーもね昔の半分の数なんでいいねって感じですね。はい、行きましょう。あ、ボーナス玉か。よいしょ、ZZZ 以上 1.2%、 ZZ 以上でいけば 2.1 の 2.4% か。うん、いいんじゃないでしょうか。また貯めるぜって感じ。あっあって思わず大きな声出しちゃった。さあ行きましょう。邪縁は持ってる。ポン、止まった。え、なんかうまくなんなかった。おお、10連で来てくれた。ということで、これがしかも技レベル3になってくれますね。レベルも上がって技レベルも上がってくれた。可愛いサンタは1人いれば十分だよね。ということで、エルゼミキア初ゲット。いいね、10連で来たよ。これはいいね。エルゼミキアサンタゲットですね。なんか、あ、これ金だ。ああ、いいね、クロックレディもいいよ。種族効果アップやっとゲットか俺。これは不思議の種族効果アップ、いいね、ラッキーミー。まあ30連ぐらいやってもいいなと思ったけど、もうこれ10連にしましょう。次は何だろうな、復刻かな。復刻は何だろう、時計の復刻だと思うんだよね、今回のイベントね。うん、金、うりゃ、あー、マカでした。はい、ということで、いいんじゃないでしょうか。1.2% 来ましたね。ということで、エルゼサンタがいたら、まあ、もしかしたら最後特大特攻とかにもね、何ねえか。
まあ、とりあえず今はなってないですけど、いいね、見てみましょう。でちなみに宝箱は第4が6個、第5がもう6個ドロップして4個でね、今横取りできてて、あと5枚のチケットで第6も2個しか落ちないんだけど第7いけるかって感じなんですけどね。はい、いやーよかったよかった。エルゼメキアサンタゲットですね。いいね。じゃあちょっと見て終わりにしましょう。あのニャンボの方もねやりたいので。あ、そっか、技レベル上げる必要ないんだ。これも嬉しいな。必殺の秘伝書がお得です。エルゼメキアサンタはここにいますね。伏龍さんにダメージアップとダメージダウンで、ダウンが大でアップが中と。ラブリーホーリープレゼントね、いいね、素晴らしい。ラブリーホーリーなプレゼント G。 まあ、とにかくね最近妖怪三国志化してきてて、結構サンタコスプレ系が多いよねきらびやかなサンタコスでバッチリ決めたエルゼメキア、特別なプレゼントを用意して地球を侵略する準備も欠かしてはいないということでねはい、いいんじゃないでしょうか。必殺が全消しで一体攻撃100ポイント、ボーナス玉3個。まあねエルゼメキアといえばボーナス玉だからな。あ、でごめん、ダブルスキルの方はこれね、ゲットすると失礼、できたクリスマスポイント30個までいきましたね。無課金は40個までなのかな。あ、これ紅白エルゼメキアですね。横取りそう4回で、まだ4回しかやってないでね、6までいきました。なんだっけ、エルゼメキアの支援どこだ、これだ。やっぱ最後の竜倒さなきゃいけないので、まあ、竜倒せたら最後ね8回でスキルの初通がねゲットできるので、ぜひねちょっとこれはゲットしたいなっていうとこですね。さっきもお見せしましたがね、こっちのエルゼメキア欲しいけど、エルゼメキアサンタもね、はい、デカプに降ってくるもね、特攻なし攻略、無特攻攻略で非常に役に立つので、うん、デカプニを消すとそのデカプニ降ってくるなんで、これは自分じゃ開けなくてね、他人にもできるので、まあ、この前のね、マゼラボルトと一緒ですかね。この前ゲットできた、マゼラボルト、いつゲットしたっけ、先月ゲットした気がする、これだ。まだマゼラボルト鍛えてないけど、ただ今回レベル60にしたけどね。これだね。うん。デカプに降ってくる。6% か。あれだけど。はい。スキルもね、優秀ですね。エルゼサンタさん。いいね。はい。そしたら、まあ、スキルも節約できたんで、エルゼメキアサンタ、レベルも上げちゃいましょう。まあ、なるべく ZZZ はね、レベル上げてやろうって感じで。で、あと、まあ、ちょっと、どれでやるかな、これでいいか、一回ちょっと使ってみましょうかそれで終わりにしましょう。裏マップでまだ3つしかね、封印鍵してないんですけど、行きましょう。特攻なし攻略できんのかな、取り巻きたち。2つはやったけど3つ目以降なんかやる気なくてやってない93万。あ、903、ん ?9360 万 ?9360 万、違うな。936万か。ちょっと待って。ダメージ7672万。どんな感じ？そんなことよりも、一気にこれになるんだよ。4219だから、まあダメージ3分の2ぐらい、3分の1カットぐらいかな、もうちょいかな。7600が4000だから、うん、
まあいいカットしてんじゃんということで、はい、そんな感じでございます。どうなんだろうこういうの、一発ぐらい打ちたいな。3分の1カットかな。どれどれ、18万。という感じですね。はい、というわけで今回はこんな感じしましょう。とりあえずね、これダメージだったらいいのにな、倒さなきゃいけないのか。たまにダメージの時あるよね。まあいいや、ちょっと頑張って倒せるように横取りもね、両方頑張りたいと思います。いいね。はい、とりあえずちょっとね、エルゼベキサンタでした。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら、エルゼでした。